皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校3年生関数の内容です。ピアノの鍵盤とここから出てくる音の関係も関数です。音楽にも関数が大切に関わっているんですね。今日は関数 y イコール ax 次乗のグラフの特徴を調べていきましょう。まず一次関数 y イコール ax のグラフは a が0より大きいとき、 a の値が大きくなるとどんなグラフになっていったでしょうか。 y イコール ax の a が1のときは y イコール x という式ですね。このグラフはどんなグラフでしたか。グラフは原点を通る直線です。x が1のときは y は1、x が2のときは y が2、この点を通る直線になります。a が2のときの式は y イコール 2x。グラフは x が1のとき y が2、この点を通る赤い直線になります。 a が3の時は y イコール 3x です。グラフは緑の直線になりますが、 x が1の時は y がこのグラフ上に書けませんので、 x が 0.5 の時を見ましょう。 x が 0.5 の時は 0.5 の3倍で y は 1.5、座標は 0.5、 1.5 の点を通る緑色の直線になります。このグラフから一次関数 y イコール ax のグラフは a の値が大きくなっていくとグラフの傾きは大きくなっていくことが確認できます。このグラフから一次関数 y イコール ax のグラフは a の値が大きくなっていくとグラフの傾きは大きくなっていくことが確認できます。先ほどのように一次関数 y イコール ax のグラフは a が大きくなると傾きが大きくなっていきました。それでは今度y イコール ax 次乗のグラフの特徴を調べていきましょう。最初に y イコール 2x 次乗のグラフの特徴を y イコール x の次乗のグラフを元にして調べていきます。最初に y イコール 2x 次乗でこの表を完成させてみましょう。記入が終わったらビデオを再生してください。y イコール 2x 次乗の式に x を代入していくと y が出てきます。x がマイナス4の時は y は32。x がマイナス3の時は 2×9 で18。同じように3、4の場合は y の値は18、32となります。これで表が完成しましたので、グラフを書くことができるようになりました。今一度この表を眺めてみると、0のところを見てみてください。y の値は0、つまり原点を元にして左右対称になっていることがわかります。それでは、先ほどの表をもとに y イコール 2x 次乗のグラフを教科書107ページの座標平面に書いてみましょう。一旦ビデオを止めて書いてみてください。書き終わったらビデオを再生してください。これは教科書にある y イコール x 次乗のグラフです。ここに y イコール x 次乗のグラフに重ねるように y イコール
2x 次乗の点を取ってみました。x がマイナス2のとき、x がマイナス1のとき、0のとき、1のとき、2のときの点です。ただこの座標平面では y が8までしか表せませんので、次に y が18まで表される座標平面で見てみます。この表から y イコール 2x 次乗のグラフを書くと、右の赤い曲線のグラフになります。皆さんもこのようになったでしょうか。次に同じ x の値に対応する 2x 次乗と x 次乗の値の間にはどんな関係があるか調べてみましょう。この赤枠の中の x 次乗と 2x 次乗の関係を見てみます。この赤枠の中の数字を見ると、下の数字は上の数字のすべて2倍になっていますね。つまり上の数字は x 次乗、下の数字は 2x 次乗の値ですから、x 次乗の2倍が 2x 次乗になっています。y イコール ax 次乗の a が1のときが上の x 次乗、y イコール ax 次乗の a が2のときが下の 2x 次乗ですから、この a の値に着目してみます。a が1の場合が赤枠の中の上の段です。a が2の場合は赤枠の中の下の段ですから、y イコール ax 次乗の a が1から2になると、y も2倍になっていることが確認できます。表で確認できましたが、このことをグラフでも確かめてみましょう。y イコール x 次乗のグラフが黒い曲線のグラフです。y イコール 2x 次乗のグラフが赤い曲線のグラフです。先ほどの表で確認したことをこのグラフで確認してみましょう。まず、x が2の時の y 座標を見ます。x が2の時の黒いグラフの y 座標は4。赤いグラフの y 座標は8。先ほどの表と同じように、2x 次乗の方が x 次乗のy の値がちょうど2倍になっていますね。他の点でもゆっくりと確認してみてください。これまで表で確認できたことと、先ほどのグラフで確認したことから、次のようなことが言えます。y イコール 2x 次乗のグラフは、赤い曲線のグラフですね。このグラフは、y イコール x 次乗のグラフ、黒い曲線のグラフ、この黒い曲線のグラフ上の一つ一つの点について、y 座標を2倍した点の集合になっているということができます。a が2倍になると、グラフのそれぞれの点の y の値も2倍になっています。それでは、y イコール ax 次乗の a の値が大きくなると、グラフはどのように変化するでしょうか。また、a が小さくなっていくと、グラフはどのように変化するでしょうか。さあ、次に調べてみましょう。a が3の時と a が2分の1の時のグラフを教科書107ページの座標平面上に書いてみてください。一旦ビデオを止めて書いてみてください。書き終わったらまたビデオを再生してください。このようなグラフになったでしょうか。x が2の時を見てみますと、x が2の時、それぞれのグラフの y の値は12と
2です。ここでも A が2分の1から3に6倍になると Y の値も2から12と6倍になっていました。このように Y イコール AX 次乗の A が大きくなっていくと曲線は Y 軸に近づいていく様子が見てわかります。Y イコール AX 次乗の A が小さくなるほどグラフの直線は Y 軸から離れていきます。まとめです。今日の学習でわかったことは、関数 Y イコール AX 次乗のグラフは A の値が大きくなるほど Y 軸に近づいていくことがわかりました。ただし今日は A が正の数の場合を調べました。今日の学習を終わります。